皆さんこんにちは。ネットフリックスのドラマイカゲームをきっかけに人気が急上昇している女優チョン・ホヨン、モデル出身であり、実はあの有名俳優の彼女なんだとか。そこで今回は女優チョン・ホヨンの基本的なプロフィールや過去のモデル活動、気になる彼氏についての情報をまとめてご紹介します。ぜひ最後までお付き合いください。名前チョン・ホヨン、生年月日1994年6月23日、身長176センチメートル、体重48キログラム、星座カニ座、血液型不明、出身地ソウル特別市、趣味不明、学歴道徳女子大学公演芸術科卒業、家族構成不明、デビュー作ドラマイカゲーム、所属事務所 SARAM エンターテインメント、ネットフリックスドラマイカゲームで女優デビューを果たしたチョン・ホヨン。もともとはモデルデビューは2010年で、ドラマイカゲームで初めて演技に挑戦することになりました。そのためこれまでのテレビ出演も少なく、家族構成や趣味などについては特に明かされていないのが特徴。その一方で2021年9月に放送されたバラエティ番組全知的おせっかい視点では、父親がクッパ店を経営していることを明かし、食事するシーンが登場しました。2010年からモデル活動を始めたチョン・ホヨンですが、当時はフリーランスとして活動していました。その後2011年に放送された挑戦スーパーモデルコリアシーズン2に出演するも第1話で脱落。2013年には挑戦スーパーモデルコリアシーズン4に再挑戦し準優勝をしています。当時チョン・ホヨンは SM エンターテインメントの子会社であるモデル専門エージェンシーイースチームに所属。少しずつモデルとしての活動も増え、2017年には本格的に海外でモデル活動をスタート。ソウルファッションウィークにも毎年参加しており、雑誌などに登場することも多かったようです。その後ルイ・ヴィトンのシーズンモデルを務め、2018年にはシャネルの広告にも登場。現在は SM エンターテインメント系列の俳優専門事務所サラムエンターテインメントに移籍し、女優としての第一歩を踏み出した状況です。ドラマイカゲームで女優デビューしたチョン・ホヨンですが、これまでいくつかのミュージックビデオに出演した経歴を持っています。2013年にはイヒョリの Going Crazy ミュージックビデオに出演。このミュージックビデオには多くのモデルが出演しているため、その中の一人という位置づけだったようです。2014年にはアイドルグループ100%のビートのミュージックビデオに出演。このミュージックビデオではメインキャストとして出演しており、現在とは違った雰囲気のチョン・ホヨンをチェックすることができます。同じく2014年にはキム・ヨヌのムーブのミュージックビデオに出演。そして2019年にはホット・ポテイトのテイスト・オブ・アシッドミュージックビデオに出演し、存在感を見せつけました。モデル出身でありクールな表情が多いことから、どこか冷たそうなイメージ、真面目な性格という印象を持っている方も多いはず。しかし最近公開されたイカゲームのインタビュー動画などを見ると、よく笑い、よくしゃべる、とても明るい性格であることが見受けられます。チョン・ホヨンのインスタグラムをチェックしてみると面白い写真もいっぱい。展示会や撮影現場などではスタッフや共演者ととても良い関係性を築いていることがわかります。さらに変顔も隠さずアップしてしまうというノリの良さ。今後バラエティ番組に出演の予定もあるようなので、どんな姿を見せてくれるのか期待大ですね。イカゲームでチョン・ホヨンの名が知れ渡った後すぐ、
ブラックピンクのジェニーと仲が良いことが話題になりました。ジェニーが撮影現場にコーヒートラックと一緒に訪問したそうで、チョンホヨンはインスタグラムにその様子をアップ。その他にも過去にジェニーがインスタグラムにアップしていた2人の仲睦まじい写真が再度ネット上で話題に。ジェニーもシャネルのモデルを務めているため共通点があったのかもしれませんね。さらに少女時代のスヨンとも親交があるようで、インスタグラムではスヨンがコメントを残すことも。スヨンもまたモデルとして活動をしており、さらにもともとは SM エンターテインメントに所属していたため、こちらも共通点を持っているようです。女優チョンホヨンの彼氏は俳優イドンフィ。チョンホヨンは2015年に俳優イドンフィとの交際を認めています。イドンフィはキーイーストに所属している実力派俳優として知られ、ドラマ「応答せよ」1988で知名度をアップした俳優の一人。2021年5月22日には MBC の人気番組「遊ぶなら何する?」から MBC 所属の8人男性ボーカルグループ MSG ワナビーのメンバーとしてデビューしています。チョンホヨンとは9歳差ですが、現在6年目の熱愛中。イドンフィもチョンホヨンと同じく少しミステリアスな雰囲気があり、さらに日頃からとてもおしゃれなことで有名です。なんだか雰囲気も似ていて、とってもお似合いなカップルですよね。チョンホヨンはインスタグラムのアカウントを開設しています。モデル活動やドラマの中では少しクールで近寄りがたい印象を与えていたチョンホヨン。一方インスタグラムではすっぴんの写真や面白いプライベート写真を多数アップ。親近感が湧くようなプライベート写真も満載なので、多くの方が楽しめるはずです。ドラマ「イカゲーム」の放送後からフォロワー数が爆発的に増加している彼女のインスタグラム、ぜひ皆さんもチョンホヨンのインスタグラムをチェックしながら今後のさらなる活躍に期待してみてください。ここまでチョンホヨンのプロフィールをご紹介してきました。モデル活動時やイカゲームのチョンホヨンは少しクールで近寄りがたいイメージでしたが、実はとても明るくて仕事も恋も全力な女の子であることが分かりました。今後モデルの活動はもちろん、いろんな作品で演技者としての顔を見られることを期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。